こんにちは、みしろです。今回はですね、トレンドライン、について話をしていきたいと思います。トレンドラインってそもそもどうやって引くのか、トレンドラインを引かないとそもそも勝てないのか、について、結構そういう質問たくさんもらうので、この動画で一気に回答したいなというふうに思います。まあ、これ知るだけでどこにトレンドライン引いたらいいのか、で相場が値動きがチャートが大体どのくらいまで、未来の値動きが発生するのかっていうのが分かるように、大体ですけどね、分かるようになると思います。で早速まあ本題入りますけど、今ですね映しているのが OG 円、5ドル円ですねのチャートなんですけど、これまあ直近のチャートのスクリーンショット撮ったんですよね。でまあ普通にこれ見たら、まあ、トレンドライン引くんだったら、まあ、大体ここだよねっていうことが分かるわけですよね。ここですね、こうやって引くわけですよ。っていうことは今これ 74.11 ですけど、現在にはこれが72ぐらいまでは行くよねってことがまあ分かるわけですよね。って言った時に、あ、これ見たら確かにそうだよねってなるんですけど、じゃあ他のチャートになった時にどこに引いていいか分からなくなる。いや、なんかヒゲなのか実体ローソク足の本体に引いた方がいいんでしょうかとか、いろいろ分からなくなる人も多いと思うんですけど、今日話すここを押さえとけっていうポイントが分かったら、大体、どこに引いたらいいか分かるようになるし、引かなくてもあ、ここまで大体来るなっていうのは見えるようになります。だから結論から言ったら、まあ、トレンドライン引いても引かなくても、まあ、どっちでも良くなるってことですよね。頭の中でもう見えるようになるの で、要するにそうやってトレードで勝ち続けてる人の景色をいかに見れるようになるかっていうところが重要なんですよね。その実際に引くかどうかで、それでまあ分かりやすくしたいんだったら引いたらいいし、まあ自分でもパッと見て分かるんだったら引かなくていいってことなんですけど、でじゃあ具体的にどこを抑えるかですよね。で、今トレンドライン引いたこのポイント、なんでここなのかっていうことなんですよ。当然まあヒゲが揃ってるからとかいろいろこれ説明できるんですけど、もっと今日はまあ真髄の話をしたいというか、もっともっと本質的な話をしたいんですよね。で、トレンドライン引くときに何を見るべきかっていう と、このチャートの中における重力場を探してほしいんですね。重力場です。その重力が発生しているポイントを見極めてほしいんですよ。で値動き、値段っていうのはそこの重力場に引っ張られて引き寄せられて動いていくっていう性質があるんですよね。で、まあ、これは、まあ、宇宙でもそうだと思うんですけど、宇宙も例えばそのブラックホールとか、例えば大型の星が爆発しますよね。超新星爆発を起こして、でその後に大体ブラックホールっていうのができるんですよね。でブラックホールに引き寄せられるようにいろんな星々が集まって 天体とか銀河ができるっていう説が有力な説があるわけですよ。だから銀河って中心には必ずブラックホールがあるって言われてるんですよね。そこに引き寄せられるようにいろんな星々が集まって一つの銀河団を形成しているっていう話なんですよ。で、じゃあ重力場ってどういうふうに生まれるかっていうと、密度の差なんですよ。密度の濃いところと薄いところがあった時に、濃いところに引き寄せられていくってことですね。で、密度がじゃあ高いところって、どういう場面かどういうところかっていうと、これは相場で言ったら出来高が多いところです。何回もその値段帯で売買が買いと売りが繰り返されているところは密度が非常に高くなりますよね。濃くなっていくんですよ。いや、そこに重力が発生します。で、このチャートだったらこれ月足なんですよね。月足で、ここのポイント、ここですよね。ここ何回もトライしてるじゃないですか。ってなった時に、ここの、密度っていうのは非常に濃くなってるんですよ。こういう1回しかこうタッチしてないとこよりも、こうやって何回もタッチしたところですね。何回もここで売買が、買いと売りが、もうブワーッともうこう何回も売り買い売り買い売り買いが繰り返されてきた値段帯。まあ、いわゆるゾーンとも言いますけどね。ここは一回、意識されるってことです。だから値動きって大体ここの磁場というか重力場まで引き寄せられていって、一旦そこで止まるっていうことですね。だからもう、まあここからですよね、始まってこう落ちていってますけど、今 74.11
11ですよね。で、どこまで行くかっていったら大体72までは行くよねってことが大体わかるってことですね、これで。で、72まで行ったら一旦そこで、そこまでの流れは、終わる。で、そこからじゃあその磁場、重力場をどっちに抜けるかって話になってくるんですよ。また上に跳ね返されていくのか、それとも下にブレイクするのかっていう、今度は、その新しいストーリーが始まるっていうことですね。で、じゃあ下に抜けていくストーリー、だった場合、じゃあ次どこってなったら、次の密度が、この宇宙空間だと思ってください、ここが。ここは宇宙空間ですね、真っ黒な。の中で密度があるところって言ったら、ここぐらいしかないんですよね。まあ当たり前の話ですけど。ってなったら、まあ大体これが54、53ラインまで来る可能性は、確率が高いっていうことですよね。こういうふうに、ラインを引くポイントっていうのを見ていくっていうことなんですよ。じゃあちょっと他の事例もちょっと見ていきたいと思います。はい、で次はこれは、ユーロドルですよね。でユーロドルのこれは、これも週足ですね。週足ですけど、例えばじゃあ直近ここで揉んでるじゃないですか。ここで揉んでるっていうのはやっぱりここが密度が高くなってるってことなんですよね。このポイントで、さらにここのポイントですね。何回も売買がずっとこう売り買い売り買いレンジの中で繰り返されて蓄積していって、非常に密度が高くなっている状態ですね。高密度の状態っていうことです。で、遡っていくと、これは2016年、ここ持ち合いがあって下にブレイクしてますよね。でまた戻ってきてここの重力場に行って止まる。で基本的に相場って、ブレイクポイントまで戻る性質があります。だからブレイクポイントってここじゃないですか。だからそこまで一旦引き寄せられていって止まってまた揉む。でまたここの密度が高くなっていく。で抜けた後にじゃあここから反転しますよね。ってなった時にターゲットってどこってなった時に、ここよりもこっちなんですよ。ここも止まる可能性ありますけど、ここの方が圧倒的に密度が高いので、そこまでは値段が、落ちていくっていう、まあ時間をかけてですね、まあ確率が高いっていう。で現に今ここで止まって揉んでますけど、こうやってぐちゃぐちゃぐちゃって揉んでますけど、ここ下に抜けたらですよね。じゃあ次どこって言ったら、次はここなんですよ。ライン引くとしたらこうとこうですね。うん、ここの、まあ、ゾーンで捉えるっていうことですね。ここまで、落ちてきてここに潜ってくるような感じですね。こんな風にトレンドラインっていうのは引いていく。でこれは4時間とか1時間足でも同じですね。4時間の中の、密度の高い低い、1時間足の中での、密度の高い低いっていうのがあるわけですね。そこの時間軸における重力場っていうのがあるので、それを見つけていくってことです。でもう一個最後に、でこれがですね SPY って言って、S&P500 指数の、チャートですよね。で直近これ売ってたんですけど、だいたい287とかで売って、274とかで決済してるんですよ。だここの値幅取ったんですけど、これもターゲットをどこに設定してたかっていうと、だいたいこことかですよね。ここの間ぐらいですよね。まあここまでは来るんじゃないかっていうことですよね。で、まあ一見これパッと見そんなに、ちょっと一回分かりにくくなったんで消しましょうか。これここだけ見たら、いやそんなに密度高くないように見えると思うんですけど、でもこのまあこれが宇宙空間だとして。その宇宙空間の中を、何かしら その目的地を探さなきゃいけないわけですね、この値動きっていうのは、そのチャートっていうの。ってなった時にここぐらいしかできなかったないので、基本的にもうこういった分かりやすい、あれですね、安値、こういった分かりやすい安値っていうのは、ターゲットポイントになるっていうことなんですよ。まあ、だから実際にここでこう止められて、まあ反転していってますけど、大体こういうところが目安になるってことですね。
で多分ね、あのこれもっと4時間足とかそういうので見たらさらに、まあ、顕著だと思うんですけど、ここのヒゲってこれですね、もう一回ここのヒゲ、一回ヒゲつけて陽線で引いてるじゃないですか。ヒゲつけて陽線で置いてるってことは、ここでかなりの量の出来高が生まれてるはずなんですよ。これただのヒゲじゃないんですね。ここの一旦この落ちてきた流れ、こうやって落ちてきた、あやばいこれ下がるって思ってバーンっていった後にこう反転してるってことは、ここでかなりの出来高が生まれてるし、たくさんの人がロスカットしてるはずなんですよ。大量のロスカットが生まれてる、出来高がめちゃくちゃできてる、つまり密度が非常に高くなってるんですよね。一見他に、他に似たようなポイントないように見えますけど、なのでここでここが重力場となって下げてきたトレード、相場が反転した時にここをターゲットですよねにして落ちてきて、で一旦達成したら反転したっていう流れになったということです。だからこういう一見単体で存在しているローソク足でも密度が非常に高いっていう場合がある。でそれは何を見るかっていうと、ヒゲとその後の陽線で引けてるってことですよね。でこれ下げる場合は逆ですね、上ヒゲつけて陰線で引けてた場合、これは今度は非常にここが密度が高いポイントになるってことですね。上ヒゲつけて陰線で引けてるっていうのは、一旦 上まで行ったんだけどその勢いが全部死んで反転してるってことなんで、そこで大量のロスカットが生まれてるし、そこで買いに行った人たちはみんな捕まってるってことなんで、大量の投げが生まれるってことですね。でこういうふうにして相場のその密度、チャート、ただのチャートだけではわからない密度の差っていうのを見つけていくことによって、大体どこまで行くか、大体どこで止まるかっていうのがわかるようになっていくっていうことになります。というのでぜひ、実際のチャートをいろいろ遡って探してみてください。